おはようございます。きよです。本日もまやさんの連続パイロットブルグクルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、こちらの10日の中からお送りしているんですけれども、ウェシュバックに関する話題ということでですね、非常に面白いアプリのアップデートが入っているので紹介してみたいと思います。というところで早速やっていきましょう。 はい。ということで、プッシュバックについてお話ししていくんですけれども、プッシュバックですね。これまでフライトシミュレーター2020ではなかなかですね、所定のポジションに持っていくというのが難しかったんですけれども、最近アップデートの入ったプッシュバックツールの方でですね、まだベータ版という位置づけではあるんですけれども、非常に使いやすいツールが新しくリリースされたということで、今日はそちらを紹介してみたいと思います。 ということで、早速ツールの方立ち上げていきたいと思いますが、今日紹介するモッドに関しては概要欄の方にリンクを貼っていますので、ぜひそちらの方を入れてみてください。またもう一点ですね、このマウスを動かした時にですね、上のこのバーですね、白い棒に三角マークっていう、このマークがですね、出ないようにするためのノーツールバーというモッドの古いバージョンを入れている方はですね、干渉してしまって今日紹介する機能が使えませんので、 その点気をつけていただければと思います。ただ最新のものですね。同様に概要欄の方に貼っておこうと思いますけれども、このマウスを動かしても上のこのバーが表示されなくなるアプリっていうのは互換性がありますので、合わせてチェックしていただければと思います。というところで、注意はさておきですね。実際にどういった操作をしていくかを見ていきたいと思います。 まずはこのプッシュバックツールの方をオープンにします。そうするとプリプランプッシュバックというこういったボックスがですね、出てくるので、このボタンを押します。そうするとプッシュバックプランナーというですね、アプリケーションが立ち上がって、こういった形でウィンドウの中に2つの機体のマーカーが出てきます。黒いのが今止まっている機体のマーカーで、この他のエリアに引っ張った時に緑色になるのが この後、プッシュバックの際に動かしていきたい機体のポジションということになってきます。この青い線がですね、いわゆる軌跡になるというところですね。で、例えば、ここに置きたいなというところでクリックするとですね、機体が一つプレイスされて、このままですね、エンターボタンを押すと確定になるということですね。ただ、実際のところはですね、まだまだプッシュバックする距離が足りていないので、もっと後ろに持っていきたいと。そういった時には、左クリックしながら、 ドラッグで動かしていただくと、こういった形で移動させることができます。また、機体の向きですね。これはですね、マウスのホイールでこういった形で左右に動かすことができるので、この後プッシュバックしてほしいラインを作成することができるというふうになってきます。ちなみにここでですね、あ、1ポイント間違えて打ってしまったなという時には、バックスペースキーを押すと一つ前に戻すこともできるので、こういった形で最終的に自分の持っていきたいポジションを 選んであげるということができるようになっています。ここで場所を確定させたいときにはエンターですね。Enter を押してみると、こういった形で、先ほどまでグリーンのボタンだったのが赤いボタンに切り替わって、これでプリセットが完了ということになってきます。それでは AP を立ち上げて実際にプッシュバックの方をやってみましょう。 はい、ということで APU の方も立ち上がったので実際にプッシュバックの方をやってみましょう、はい、ということでパーキングブレーキをリリースしてこの後の動きを見ていきましょうさあどうでしょうか綺麗に線に沿って でプッ,シュバックされていいるるのがるのがわかかでではないでしょうかこういった形ですね細かくポイントを置いてあげるとより忠実にですねこのラインに沿って動かすことができるということでこういったところのプランニングは皆さんそれぞれのセンスによるところもあると思いますけれどもビジュアライズされているので非常に簡単にですねこういった細かい動きまで指定することができるということでようやくフライトシミュレーター2020にも こういった実用性のあるプッシュバックツールが登場してきたなというところで今後より一層ですねフライトが楽しくなるそういったモッドになるのではないでしょうかということで今日はですねプッシュバックツールの方に新しく登場したプリプランプッシュバックというものを 紹介してみましししまたたけれどもいかかがでしたでしょうかこれまでこういった形で決めたところにですねプッシュバックできるっていうサービスはなかったので非常に革新的な MOD だなというところでやはりですねプッシュバックされてる間っていうのはエンジンのスタートシーケンスの方に集中してやりたいところではあるんですけれどもこれまでのプッシュバックの操作もしくはもっと含めて こういった形で自動化できるっていうのはなかったので、特に実用性が高いのかなというふうに思います。ということで今日は簡単にはありましたけれども、このプッシュバックツールの新しいプリプランプッシュバック機能について紹介してみました。ぜひ皆さんもこれを有効活用してですね、リアルなオペレーションにまた一歩近づいていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日のさんもお会いいたしましょう。それでは。 I'm really glad I'm not walking around Believing my inflated eight brain has figured it out